成長をお届けします。スペシャルブリンブリンレポートってことでね、今ここに映ってるピンプコードさんがなんと手掛けてくれた S タイムのニューヘッドを紹介したいと思います。ブリンブリンスーパーブリン見れますかね。皆さんちょっとじゃあ手に持って紹介したいと思います。なんと今回このヘッド1839席がぎっしり詰まったヘッドになってますね。そしてこの大きさめっちゃ気に入ってますね、この大きさ。そして横から見ると分かるんですけど、この厚みも半端なくありますね、分厚いです。そしてこのバッチ感もこの大きさ、そしてぎっしりブリンブリン、イエー。そしてこの長年可愛がってるね、この自分のロゴなんですけど、 S タイムのロゴも光ってますね。さすがピンプコード間違いないです。そして裏も見てみましょう。裏はね、もちろんピンプコードさんが手掛けてくれたんで、ピンプコードしっかり刻んでますね。そしてその横 SHO、 なんと名前まで刻んでくれてます。ありがとうございます。このヘッドをつけてね、どこでもガンガンライブ行っちゃいますんで、このヘッド見かけた人はじゃんじゃん写真撮っちゃっていいんで撮っちゃってください。そして今ね、このブリングブリングを見てるイケてるお兄さんお姉さん、ブリンブリンが好きな人たちはね、ぜひピンプコードでやばいジュエリーをゲットちゃってください。 S タイムニューヘッド間違いない。手掛けたのはこちらピンプコードジャパンブリンブリンジュエリーストア、ピンプコードが手掛けたスペシャル S タイムブリン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 でした。 Love you.